ケツだけ、とうとう、あの人に会いにやってまいりました。秋葉原、有楽舎、光店、来たよ。どうぞお願いします。お願いします。とうとう運命の初対面。こんにちは。こんにちは。こんにちは。おお、本物のテロミカエラでございます。どうも。知らない、姫路の酒屋のおっさんでございます。おお、すごい。僕の中ではもう一番会いたかったユーチューバーの店長さん。ありがとうございます。めっちゃ不安です。はい。めっちゃファンですが、絡んでるとめっちゃ不安です。いやいやいや、去年ね、花立てまで行ったんですよ。ああ、なんか来てくださったみたい。はい、もうお構いどころが存在してないせいです。申し訳ございません。いやいやいや、ここかみたいな感じで、むしろファンの方とはちょくちょくお会いするんですけどね。あ、なんかご迷惑おかけしてるんで、もう店長これに拓也さんへって書いてあげてくださいって言うて、すいません。会ったことのない人にサイン書くのってどうなのって思いながら、大事にして大事に持ってます。ありがとうございます。じゃあ今日よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい。それで、まあその有楽舎に来るにあたってですね、ここ約1年間なんですけど、はい、まあ、集めたカード一応全部持ってきました。ああ、なんかカード持ってってくれたんですか。で、まあこれはちょっと後ほど査定していただこうか、はい、あとですね、はい、一応どういうふうにやっぱ初対面したらいいかなとか思ってて、うん、ちなみに拓也さんって他の YouTuber の人に会うのって初めてなんですか。初めてです。あ、誰一人会ったことない。あ、ありがとうございます。その最初の一人目がこんなぼっちの僕でも申し訳ございません。いやいや、最初っていうかやっぱね、僕店長を見て、うん、はい、光くんの動画で見たんでしょうけど、はい、なんかやっぱ YouTuber って若いイメージあるじゃないですか。そうですね、みんな若いですね、うん、でその若い YouTuber にきっと僕より若いはずの店長がめちゃくちゃおっさん扱いされて、はい、うん、
いじられてて、しかもその人が YouTuber にまたなってっていうのを見てて、なんか俺もできるかもと思う。いや、できると思う。そもそもからして僕の中での YouTube、YouTuber っていうものって、はい、誰にでも門戸が開かれてると思うんですよね。はいはい。芸能界に入ろうと思った、入ろうと思うことって誰でもできるじゃないですか。はいはい。で、事務所に所属するのって言うたら、まあしんどい場合も多いけれども、意外とあっさり所属できる人って結構多いじゃないですか。はいはい。問題は、カメラの前に立てるか。うん。以前、なんて言うんですか、吉本さんが結構、まあなんて言うんですかね、お給料の分配の仕方で問題になった時に、はいはい、何千人もの芸人をみたいな感じで言うとったけど、そんなに芸人いるのって思いました。ああ、そうですね、うん。でも実際いるみたいですよ、ね。はい、いますね。所属してるだけみたいな人も多いですけれども、でも YouTube って違うじゃないですか。いつでも誰でもそこが、ひな壇に登れるんですよ。はいはいはい。そういった意味では、誰でも門戸は開かれてるはずなのに、まあやっぱりやるのは恥ずかしい。でも最近は、いろんな方法ありますからね。合成ボイス使ってる人とか。ああ、はいはいはい。うん、まあ VTuber っていう人もいますね。ああ、いますしね、はい。うん。ああいうのやったらば、やっぱり自分自身を出さなくてもいいっていう方法ありますし。はい。うん。まあ、あとゲーム実況やってる人とかもいるし。はい、まあなんかすごい世の中だなって、うん、だけどあとそれで、ただしやっぱこの僕、やっぱ自粛になってから、うん、みんなライブとかできなくなったじゃないですか。そうですね。音楽は。うん。で、まあ、アイドルさんもなんですけどね、僕も今年は夏フェスとかいっぱい出る予定だったやつ全部飛んだんですけど、うん、でまあミュージシャンがどうしたらいいんだろうってなってて、ライブ封印されたらミュージシャン相当しんどいですよね。そうですね。それで、まあ、僕はあんまり実はライブに寄らなくて、僕ねむしろね、ミュージシャンっていうよりも、タクヤさんみたいに楽器とか、はい、そういった、特定の分野で一流の人って言うたら、はい、YouTuber 向きやと思うんですよ。僕も意外とそこにいないなと思ってて、うん、まあ、いわゆる若い子はいるんですけど、うん、まあ、僕とかで一応日本のギターのランキングでも何位とかって言って、うん、まあベテランの、そのちゃんと腕がある年齢で、うん、まあ、そういう人が YouTube をやって、まあ、教えたりとか。そうですね。その技術とかを見せてるだけでも絶対再生取れるはずなんですよ。技術系のチャンネルっていうと YouTube すっごい強いんですよ。ああ、なるほど。うん。で、まあそこを、まあ、うん、もうやりたいんですけど、やりつつ、うん、いろんな僕も自分の作った曲なのに、うん、Google の AI に弾かれ弾かれっていう。もう本当になんかこう、ずっとね、ここの3ヶ月、その AI との戦い。要は人類対 AI みたいで面白いじゃないですか。一人マトリックスみたいなのができないじゃないですか。どうやったらバレないだろう。奴らはいつも俺を監視しているみたいな。そうで、めちゃ、もうね、僕、自分はいろんな曲作ってますけど、うん、ね、やっぱりね、ジュディ&マリーは、もう AI が学習しすぎてて、ええ、どんなになんかアレンジを変えて弾き直しても、うん、全部、それはジュディ・マリーですよね、って言って、うん、ものすごいんですよ。トニーなんですけど。トニーなんですけど。すいません、僕本人なんですけど、でなんかただそれをあんまりね、うん、やる申請やり続けると、はい、僕の YouTube を滞るんで、ええ、1曲だけはちょっと戦ってみたんですよ、ええ、Google さん。どうでした、どういう回答でした。あしたらなんかいつの間にかセーフってなってました。なんかこれ毎回やってできへんでと思って、ミュージシャン、うん、心折れるわって、うん、そういう時は便利な事務所を使えばいいんです。そうなんですよ。それを僕がいわゆる、うん、僕の周りの、はい、まあ、先輩とかのミュージシャンもみんな困ってるんですよ、うん、そこでハテナってなって、うん、ありますね。僕もちょくちょくありますもん。なんかよくわからないタイミングでバンされる。この前生放送しとったんですよ。はい、はい、でその生放送の時にフリーの楽曲あるんですよ。はい、はい、そのフリーの楽曲をバックミュージックで流しとったら、この動画は著作権違反により生配信を停止しますみたいな感じで急に止められたんです。でその時に僕そのフリーの楽曲が引っかかってると思わなかったんですよ。でちょうど生放送してる時にお客様が作ってくれたミニ四駆にクレヨンしんちゃんって分かります？でクレヨンしんちゃんのブリブリゼーモンってキャラクターいるじゃないですか。はいはいはい、豚のなんか刀背負った、やたらとはいったハスキーボイスのやつ、かっこいい豚ですよ。はいはい、あいつの頭をミニ四駆の上に乗っけてるんですよ。はい、そういうのをお客様が作ってくれて、で僕がこれお客様が作ってくれたやつなんでって写真を出した瞬間バンされたみたいな。
そっちかな。だから、最初、ブリブリザイモンがあかんかったかって思っとったけれども、よくよく考えたら、この前なんか、芸能人の方が、YouTube でなんか、これは自分たちの動画ですっていう風に申請した時に、楽曲まで巻き添えを食らって、それで著作権の申請をしたみたいな扱いに Google 上でなってしまって、ブリーの音源が使えなくなったっていうのがちょうどその何週間前に出たんですよ。はははは。でその時にあれもしや楽曲かえでもこの楽曲があかんねやったら俺普通の放送の時編集付きの放送の時にもこの楽曲使ってるから他のやつを止められるようなえじゃあどっちなの楽曲がダメなのブリブリザイモンがダメなのどっち楽曲ブリブリどっち楽曲ブリブリみたいなもうずっとそのことが悩んでた楽曲が悪いのかブリがダメなのわからない楽曲なんじゃないですか楽曲なんででその結果、事務所の方にすいませんちょっと調べてもらっていいですかもうその困った時は事務所ですよもうそういうのは僕らねわからないからいや僕もね、うん、本当にその事務所の話も含めて、僕ここまで誰一人 YouTube の人と会ったこともなくて、うんはい、でどんなカメラで撮ってるのかもわからず、うん、それで、まあ、その著作権の話もそうなんですけど、うんまあ、やっと一人でこうコツコツ YouTube やって、はい、やっと今日その初めてプロの YouTuber プロなの僕なんとなくなんですけど、はいまあ、銀の盾あるじゃないですか、まあ、10万人いやでも拓也さん今何人ですか、ね、今2万ちょっといやでも10万ぐらい多分すぐ行きますよあまあけど僕はなんとなくですけど、うん、あれがもらえたらまあプロっていう感じで、うん、ああなるほどねあまあ僕の状態はまあインディーズでやってるバンドのね、うん、まだライブハウスで頑張ってますっていう状態だなと思って、うん、まあ上を目指して、うん、まあ金の盾とか行ったらもう多分、うん、もうだいぶ ね、うん、アリーナクラスみたいな感じで、まあ、そんな風に、コツコツやってますけど本当ねバンドやってる時みたいな感じですね、うんこのなんか若い頃に明日をも知れぬけれども妙な希望はいっぱいあるみたいなそうです希望と熱意がの塊みたいな感じになってるみたいなでなんとなくその僕もその、うん、実際駆け抜けたじゃないですか、はい、バンドのね90年代そうですね駆け抜けましたねめっちゃ駆け抜けてましたね加古川の時期町商店街でずっとスパカス流れてましたでまあなんとなくその時とも僕なんか見える感じが似てて、うん、はいなんかまあ確かにまあ有名な YouTuber さんももういるんだけども、うん、なんか僕らがちょっと始まる前の、うん、もうなんか米米クラブとかはいるなもう存在してるけれども、うん、プリンセスプリンセスもいるんだけど、うん、まだドリームカムとかは出てないなああなんかわかるような気がします要はなんやろ黎明期っていうわけではないんやけれども、うん、まだなんか成熟してないよねそうまだなんだろうな YouTube の ここがこの時は一番儲かったよねみたいな時には来てないと思うんですよ、うんうんまあ、人数も含めてそれ、うん、でまあなんかだから今だと思って僕もやり始めてるんですけどでも最近芸能人の方とかあとはなんてそれなりに名が売れた歌い手とかグループの方とか、はい、YouTube すっごい始めてますよね、まあ、だんだん始めてますけどね、うん、みんなそのやっぱりその曲が引っかかる問題とかで、うん、やってみたけどこれなんかダメじゃんって言ってやっぱちょっと足踏みしてる人がやっぱ多くて、まあGoogle さんって音楽ではめちゃめちゃ厳しいですからねめちゃくちゃ厳しくで僕、うん、友人っていうかよく知ってる大黒摩季さん、はい、自分でチャンネルやられてるんですけど、うん、人、まあ、歌じゃないですか、うん、で自分で自分の作った曲生でこう歌ってて、うんうん収益化できないって僕やからどうなってんのみたいな感じでそれこれは結構深刻な問題だなと思って、うん、本人じゃないですか、うんけどやっぱ AI にダメだダメだって言われて、うんでその問題をまあ僕はこの自分で YouTube やるにもやりつつ、うん、まあ全てのミュージシャンのためにちょっとずつ解明していこうというのもあるんですよね、うん、でもミュージシャンの人たちって言うたら、はい、YouTube に関してお金っていうよりも広告塔みたいな感じでやってる方も結構いるじゃないですか。ああそうですね。あとその僕もやってみて思ったんですけど、うん、結構なんかファンクラブとしても使えるなって。あ、それはありません。あと例えば僕最近生放送をちょくちょくやってるんですけれども、はいはい、これってはっきり言ったら
ファンクラブに近いんじゃないの、ファンサービスの一環になるんじゃねえのって思ったりするんですよ。要はどうしてもファンクラブって言ったら、はい、あの昔の僕が若かった頃、はい、要は拓哉さんがまだジリバでガンガンやってた時のファンクラブって言ったら、はいはい、なんかどことなく大層なもんだったんじゃないですか。そうそう、なんかクラブ制みたいな感じで、そうですね、なんか会員を集めて、で、普段はそのファンクラブの要は中心になってる、はい、その人たちに会うことはできへん、はいはい、要はファンクラブに入ってるっていうだけで、なんかコンサートがあったら行ったりとか、うんうん、でファンサービスの特別なやつが受けれるだけみたいなところあるけれども、 YouTube の生放送って言ったらもっとなんか身近なんですよね。そうですね、うん、でなんかどうだろう、ファンクラブとかはね本当に僕もやってましたけどもね、うん、まあ利権なんでね。漂う話やろかな。結構ね、そういうのはね、すごい大人の世界なんですよね。うん、あ、ここから僕の顔ぼかして入れておいてください。急に僕の顔ぼやけ始めます。いやいや。まあそんなの YouTube はなんか本当新しい感じで、まあけど音楽ね、今本当にライブみんなできなくて、まあ、特にライブハウスの経営者とか僕友達いるんですけどね、うん、かなりやっぱりみんな深刻で、そりゃそうでしょう。だって今コロナが蔓延し始めてから真っ先に叩かれたのって言ったら夜の街の方たちや歌舞伎町とかで働いておられるようなホストさんとか、はいはい、あ、うん、そういった方でホステスさんとかで、その次に叩かれてたのがライブ関係の。そうですね、うん、ライブ関係本当大変だろうし、まあ、死ぬほど生きたと思う。こんなに僕の実際僕のデビューした頃からしたら、うん、今の方がいろんな意味で、まあ、レコーディングとかもできるし、うんうん、まあプロっていう人死ぬほど増えてるんですけど、うん、まあその今結構深刻な、うん、状況に多くの人がなってるだろうなと思って、うん、まあもちろんあと売れてる大ベテランの方でもね、うんうん、そうなんですよ。だから例えば山下達郎さん今度配信やられるのかな、達郎さんも。だからなんか達郎さんも配信やるんですか。あの配信ライブやるらしいんですけど、うん、この間サザンがやったじゃないですか、うんうん、でけどやっぱみんなどういうふうにや来年からというか、まあ、今年からとかどうしたらいいのみたいな感じ で、うん、で結構その関係者も僕が割と、うん、なんか入手者の中では、うん、まあ、一歩早くこう YouTube とかやって、うん、まあ、とっとと一人で収益化とかで行ってやってるんで、うん、みんな拓哉君はどうなってんのどうなってんの、まあむしろ聞かれるみたいな、はいはい、そうなんですよ。で僕ミュージシャンの人たちやったらばもう順風満帆、うん、すごい安定して YouTuber になれて、で稼ぎも出しやすいやろなって普通に思う。代表的なのが米津さんじゃないですか、うん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 、彼の場合はもう完全に YouTube でやること前提にみたいなスタート。彼らの、ね、世代はやっぱ大丈夫なんですよ、うん、若いし、ね、で、あのイメージが強いんですよ僕ら。でそのイメージが強いからミュージシャンの人たちやっぱり年配の人っていう風になったら新しい機会を覚えてしんどいじゃないですか、はいはい、そうそう、まあ、僕もズバリそうなんですよ。もう僕もおっさんですからね、すごく気持ちわかるんですよ。めっちゃしんどいんですよ。だからね、もうちょっとねネットの人たち僕に優しくしてください。よろしくお願いいたします。で、ただ同時に若いスタッフさんとかいっぱいいると思うんですうんうん、今も芸能界で活躍されてるミュージシャンの人って言ったら絶対一人ではないじゃないですか、うん、そうですね、横のつながりか上下のつながりっていうのは絶対あるはずですから、そういったところから、もっと意見を聞いていったら、うん、YouTube バンバンできるんちゃうのかな、もっと楽にできるんちゃうかな。僕らみたいな無名の人たちからスタートするよりははるかに楽に、まあ、そう皆さん、うん、名前もファンも持ってる人もいますからね、うん、でしかも技術があるじゃないですか。例えばお笑い芸人さんとかが YouTube やると意外とこけるんです、はい、当たってる人もめっちゃいるんですよ。カジサックさんとか、はい、宮迫さんとか当たってる方もいるんですけれども、こけてる人もそれ以上にいるんですよ、ね、そうですね、向いてる向いてないとかもあるからな、うん、そのあたりはあるじゃない。でもミュージシャンって言うたらまず間違いなく技術がないとミュージシャンになれないじゃないですか。まあ、けどただ問題はその、うん、これも結構ね最近話してるんですけど、うん、ご本人は大丈夫なんですよ、うん、ほう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 。例えばけどじゃあツアーできなくなりましたって言ったら、うん、ツアーの時についてた照明さんとか、うん、舞台さんとか、うん、まあそういうの含めて全部スタッフだったのが、うん、まあ、例えば配信ライブやりますってもたった1回で終わったりとかして、うん、その人がまあ通常だったら何ヶ月も日本中ツアー回って、うーん、で、
そこはちょっと僕盲点でしたね。でそこも含めて結構やばいってなってるんですよね。ああなるほど、全体で見たらってことですよね、うん、ああどうする同社反応みたいな、照明さんとかの技術を YouTube でアピールするって言ってもなかなかしんどい場面になりますね。そうでしょう。ですごい一気にあのなんていうのかな、うん、一気に変わっちゃったみたいな、うん、激震が走ってる2020年、ね、そうですね。もう今年に入ってから、もう初夏かもう夏ですけれども、はい、あの結局終わりが見えないんですよね、そうですね、このコロナ騒動って。で、まさか音楽を仕事にしてる人たちがこんなことで潰される時代って多分去年の今自分って誰も思ってなかった。誰も思ってなかったですよね。誰も思ってなかったと思うんですよ。うん、でじゃあ対策って何かあるのって言ったら結局対策はない。ないですよね。うん、密集すんな、人とあまり会うな、マスクしろみたいな、ごめんなさいね。今シールドがあるから、はい、マスクしないから、はい、気にしないでください。で、そういう風になってしまったら、まあ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 、これはね。うん、ニュージさんそのものはなんとかなる方法は僕もパッと思いつきますよ、はい、究極的に言うたらさ、何度も言ってる技術あるんやから、それを YouTube なり何でもアピールする方法って今、うんうん、ネットがこれだけ盛んになったあるじゃないですか、はい、うん、ただその周りの人、周りの人たちはな、確かにな、どうしたらいいやろ。そう、そこも含めてね、うん、もうなんか下手したら職を変えないといけないのかとか、うん、もうなんか結構大変な今ですね。ただ、僕も最近芸能人さんのチャンネルとかにちょこちょこ出させていただいてるんですけれども、はい、この間キャインさんの生放送に出させていただいたんですよ、はい、その時に思ったことって、 YouTube 上でテレビをやり始めたなって思った。はい、どういうことかって言うたら、もうスタッフ何人もいるんですよ、うんうんうん、カメラもあれ多分3台以上使ってたんじゃないかな、うんうん、で大体の YouTuber って言うたらカメラ1台なんですよ、はいはい、で、カメラ1台で下手したらそのカメラも定点カメラもう脚立とかにおいてもそこから1点で喋ってるだけっていうのが YouTuber の多くのパターンだった、はい、まあ、このパターンですね。そうです、そのパターン、そのパターン、ズバリそのパターンです、うん、でもしくは、複数台のカメラを使ってるパターン、要は映ってる人は当人だけど固定してるカメラをいくつか置いといて、はいはい、自分の手元の動きを、いろんな角度から映す、はいはい、要は、料理系のチャンネルやったらそれ多いですよね。で、まあ言うても関わってる人って言うたら少なかったんですよ、撮影そのものに、はいはいはい、でもあのキャインさんのやつの生放送をじっと見とったら、まずメインカメラが映してる、こんな感じでメインカメラが映してる。でそうしたらカメラの角度がこっちにパッと変わる、はいはい、でカメラの角度がまたパッと変わると、はいはいはい、少なくとも3台ぐらいカメラ使ってるんじゃないかなと思うんですよ。もうテレビですよね。テレビですね、はい、でそのカメラの、切り替えっていうのも、はい、当然キャインの2人がやってるわけじゃないです、はいはいはい、キャインの2人はもう喋ってるだけなんですよ。もう、面白くするために喋ってるだけであって、はいはい、カメラの人とが、ちょこちょこ変えてる。で多分カメラの人たちが自分たちで主張して変えてるんじゃなくて、おそらく僕テレビに出たことないで詳しくわからないですけど、はい、それをどのカメラで今映すとかっていうふうに切り替えてる人いると思うんです。プロデューサーとかディレクターとか、ね、そうそうそう、はい、そういった人たちがさらに別個でいるっていうふうになったら、これ単純テレビじゃないの。 でしかもこれも例えば YouTuber の多くは自分家でやってたり、うんうんうん、要は自分家の一室で、そこで撮影して何かやってるとか喋ってるとかやねんけれども、はいはい、スタジオ借りちゃってるんですよ、うん、テレビですよね。テレビだなこれって、もうキャインっていうキャインの番組だな、 YouTube チャンネルじゃなくて、うん、キャインの番組だな。だから芸能人として、YouTube 界にテレビの一式を持ち込んでやり始めたなって感じなんです。あ、そういう人ちょいちょいやっぱり僕も見かけますけれども、うん、果たして僕はそれなんかテレビによればよるほどテレビになるけれども、うん、じゃあテレビになりたいのか YouTube はっていうのはちょっと今まだ見てるところですね、うん、僕もそれがあすごいなとは思ったけれども、いいなと思ってるか保留なんです、うん、そうですね。そんな人とか予算とかかけて、そのまあ稼ぐ方式が違うじゃないですか、うん、テレビとスポンサーさんがいくらで制作費でっていうのと方式が違うから、うん、それをガサッて持ってきて、もちろんクオリティが高いものはできるんできると思います、うん、だろうけど、それがなんか採算とかいろいろ合うのかっていうか、 YouTube としてなんかテレビじゃないいい効果が生み出せるのかっていうのはちょっとまだ
わかんないですよ。どうなんだろうな。うん、僕は割とそのあたりは経費はすごいかけてると。でも経費をかけてるけど、その分返ってくるのかって言われたらちょっと。そうそうですね。うん。うん、あとなんか結構そのコミュニティラジオとかも近いんですけど、うん、僕も結構ね2、3年先まで渋谷のラジオっていうのをやってたんですけど。はいはい。もっとね TBS ラジオとか、まあうん、ちゃんとしたって言ったらあれだけど本気のラジオのとこ行ったら、うん、やっぱりディレクターさんとかがいて、うん、音声さんがいて、うん、で台本書く人がいて、うん、みたいな感じで、うん、なんかまあけど今時そんなに人数いるラジオやるのにっていうのもあるけどまだやってるラジオ局、うん、でコミュニティラジオとか行くともうみんなボランティアでよく使えないかどうかわかんないけど、うん、台本なしで僕もバッて言って一人で3時間しゃべるとかそうなったんですけどね、うん、なんかまあそれのもっと YouTube ってなんかやっと動画になったし、うん、なんかこうその良さなんだけどなみたいな。ただしやっぱテレビラジオとこの YouTube にその今のこの距離っていうか、うんまあ、どうなっていくのかなってちょっとなんか店長とすごい真面目な話になりますけど、まあ、僕はテレビにそんな出た経験がないんで、うん、よくは分からない。テレビの方って言ったら僕よく分からないんです、当然ですけれども、うん、で YouTube の方でやったらば他の方のチャンネルにも出させていただいた結果思うことって言うたら、はい、言ってみれば手作り感ってあるんですよ、はいはい、うん、それがいいか悪いかは別ですよ、うんうん、それがいいか悪いかは別ですけどやっぱり手作り感、要は自分たちで試行錯誤しながら誰か先輩に教わりながら、はい、仕事の先輩に教わりながらやってるとか、はいはい、直属の上司が、おお、はい、直属の上司がいてやってるっていう感じではないんですよ、うん、だからうん、テレビの方式をそのまま持ち込むっていうのは僕は、うん、言い悪いかは分からんで、そうですね、ただ、現時点で考えるんやったら経費かけすぎっていう気はやっぱりすると、うんうんうん、でカメラもそんなごっつのいるみたいな、うん、今の時で、見てください、僕のカメラなんかあれ、ソニーのホームビデオですよね。僕もそこを見たかったんですけどね、うん、多分、一番安い系統のカメラですよユーチューバーが使ってる中では。結構驚き、うん、驚き、本当もそんな感じ、何の気もてらいもなくソニーのカメラですから、うん、僕全部の動画あれでやってるんですよ。へえ、それ結構勉強になります、うんうん、ちょっと待ってね、はい、ということで、急にこっちのカットに戻りましたけれども、もうまさかのですね、店長との初対面フリートーク弾む弾むでですね、僕がギター弾いたやつまだ聞いてもらうところまでは行ってないんですが、次回後編で、まあその店長に、有楽舎のテーマソングギター弾いてみたら聞いてもらう回につなぎたいと思います。めっちゃ長くなっちゃって、これね一本にしようかなと思ったらもう1時間コースで YouTube で1時間の番組ねえやなと思って、今急遽こうやってエンディングをですねスタジオで撮ってるんですけれども、足換えでご了承くださいませ。いや、しかしなんかねもう本当に信じられないぐらいっていうか、やっぱ思った通りっていうか、もう店長のトーク力すごすぎでしたね、本当に。はい、後半もお楽しみにくださいませ。ということで、本日はありがとうございました。またお会いしましょう。タクヤでした。タクヤが有楽舎ヒカル店に行ってきた前編でした。バイバイ。